大倉優斗、20歳で職業はフリーターをしています。トップスが 80s くらいのナンバリング T シャツで、インナーにサバイバルオブザファッショネスタのブランドをインナーで使って、パンツがリーバイスの646のやつで、足元がドクターマーチンの白のサイドゴアブーツになります。でサングラスがサンバディーズっていうスウェーデンのブランドなんですけど、結構イカれたデザインが多くて、自分イカれた感じのテイストのアイテムも好きなんでこれを使ってます。アクセサリーなんですけど、リンダーっていうアメリカのブランドとヴィンテージのリングになります。今日とかだったら特に外しているのがザンダーゾーっていうベルトとサバイバルオブザファッションネスタなんですけど、アメリカの人って感じになっちゃうんで、それだったらちょっと自分っぽくラメの入ったニットとベルトでちょっとイカれた感じの雰囲気を出してみました。好きなブランドはステファン・クック、ザンダーゾー、あとはバケラとかが好きですね。系統で言えばエレガントなアイテムにスポーティーな雰囲気で合わせたりとかが好きで、それもロッタ・ボルコバの影響でめっちゃ好きになったんですけど、そういう感じのテイストも結構好きですね。高校1年生の時にめっちゃモテたいっていうのがあって、それで BTS を最初好きになったんですけど、高校3年の時に大阪に卒業旅行として行った時に、11743に行った時に店内とかスタイリングだったり店員さんに衝撃を受けて、そこからどっぷり服にお金を使うようになりました。東京だったらゴッホ X さんとジャックポットで、大阪は11743ですね。フラガモですね。地元が岡山なんですけど、岡山でめちゃくちゃブームがあって、その流れに任せて買ったみたいな感じなんですけど、レザーの質感とかも結構良くて使ってます。コムデギャルソンのアメージンググリーンっていうやつで、もともとは友達がつけてて、めちゃくちゃエッチの効いた匂いですごい自分が好きだったので、東京来てちょっとコムデギャルソンの青山の方で買わさせていただきました。下北沢のバズストアというお店でフリーターとして仕事してて、あと夜にコンビニの店員をしていますね。韓国めちゃくちゃ好きだったんですけど、もうアイドルのようになりたいと思ってたんですけど、でもやっぱり11743に行った時にもうスタイリングを教えてもらって、ヴィンテージとブランドの組み合わせ方だったりとか教えていただいて、そっからもうツボにはまっちゃって抜け出せなくなりましたね。ステファン・クックの 19AW のアーガイルのニットなんですけど、それが定価11万ぐらいだったんですけど、もう頑張って仕事で働いて、まあ、クレジットも使いつつ頑張って買いましたね。ニットとサングラスが好きですかね。ニットはインナーで何着るかとかでもまた雰囲気が変わりますし、あとサングラスもカチッとした服装の時にそのままバチバチのような感じだったらコレクションのような形になってしまうんで、それだったらちょっと変わったデザインのようなサングラスを使ってオリジナル性をちょっと使んでいけるっていうのが自分の中では好きなんで、この2つが好きですかね。ずっと毎回見てるのはザンダーゾーですかね。渋谷にあるフリューリーっていう美容室なんですけども、そこの梅ボーイさんっていう方に来てもらってます。サッカーとゲームですね。高校の時に太宰治の人間失格を見た時にめちゃくちゃ衝撃受けて感動した覚えがありますね。
一曲ってなったらちょっと難しいんですけど、自分ブルーハーツがめちゃくちゃ好きなんで、チェーンギャングっていう曲と情熱のバラが特におすすめですかね。いずれ岡山帰った時に地元の岡山県でちょっと古着屋をちょっとオーナーとしてやっていきたいなっていう願望はありますね。焼肉ですね。インスタグラムやってるので、もしよかったらフォローお願いします。